それでは1時半になりましたので、本日の会を開催させていただきたいと思います。本日の会は、地域課題解決に向けたサステイナブルな社会基盤情報に関すると、アーバンデータチャレンジの地域展開ということで、東京大学文化情報科学研究センター三木研究部門と、それから一般社団法人の社会基盤情報流通推進協議会の合同開催ということで、開催させていただきます。本日ですけれども、今1時半から18時20分まで、第1部、第2部と、それからディスカッション、それから18時半からはさらに講習会、そういう構成でやっています。本日の主題というところですけれども、昨年度行いましたこれの振り返りというところとともに、公共情報部団体の取り組み、それからアーバンデータチャレンジ2014への期待、それからデータ提供における課題等、こういったところに関して、さまざまな知識の方から、話題提供いただくとともに、ディスカッションを行っていくと、有志して、申し遅れましたが、本日第1部の方、司会させていただきます東京大学の梶尾と申します。よろしくお願いいたします。本日、この場所ですけれども、講演会になりましたら、携帯電話の方は電源をオフにしていただくか、マナーモードの方でお願いいたします。それから、この会場、飲食も禁止という形になっておりますので、そちらの方もご利用いただこうと思います。それでは、最初に、まず中身に入って、開会の挨拶と、それから、アーバンデータチャレンジ開催に向けてということで、東京大学の、生産研究、生産技術研究准教授で、愛と、代表理事でも、対応させていただこうかなと思います。皆さんこんにちは。お忙しいところ集まっていただいてどうもありがとうございます。ですね、ちょっと毎回伺わせていただいていることなんですが、今回初めてIGIT関係のここのすいませんシンポジウムが初めていらしたという方どれくらいいらっしゃいますでしょうか。思ったより多いですね。毎回そういうセリフを繰り返しているんですが、それだけ裾野が広がっているというふうに簡単に解釈させていただきたいと思います。今回早速ですが、開催に向けてということで、前半去年の活動を振り返りつつ、後半どんな切り口で今年やっていきたいかというようなお話をしたいと思います。で、こちら何が特徴かというところですが、これも去年と同じもので、サステナブルな形で多くの自治体が広くデータを流通公開したり、あるいはビジネスレベルで多くの民間企業がボランティアではなくてビジネスレベルの活動の一環で参加できることというのを特徴にしたいと思ってます。であとですね、やっぱりそのデータをただ触るというだけではなくて、地域の課題解決に何らかつなげていこうということで、もちろんそのデータがあるだけで課題が解決するというわけでは必ずしもないわけですが、こういう形で、アイデアとアプリケーション、データを結びつけていこうということを考えています。もちろんそういう中でいろんなアイデアとか今までできているアプリケーションをその一箇所で使うというだけではなくて、うまく横展開できるかとか、他の場で実証実験やって結構うまく効果が出たっていうそのアウトカムの数字を出してみるとか、そういうちょっと実践的な場として使っていただくというような話も面白いかなと思っています。で次はですね、これアニメーションで出そうと思ったらちょっと設定をし忘れても初めから×になってますが、これ去年アーバンデータチャレンジ東京っていうふうにして、首都圏で350自治体ぐらいあるんですが、そのうちの2割が1回以上参加することっていう目標を設定して、これは 350×2 割なんで70ぐらいなんですが、ちょっとこの目標あんまり達せられなくてですね、35ぐらい、半分ぐらいしか参加
できいただけなくって、まあ、ここはもう諦めて、あまりこだわらないことにしようかなと思っています。で、ですね、これはもう去年一回、去年のキックオフの時にお見せしたアンケートの結果が、まあ、2、3枚この後続くんですが、去年の春先に調査したアンケート、でこれは首都圏の、自治体にアンケートを送って回答が返ってきたものなんですが、あなたの自治体で抱えている課題と それに対して保有しているデータのバランスがどうなっているかというのを聞いたんですが、こちらから見ていくと、課題は多くあったんだけど、多くの場合はデータがあって、まあ、割と満足している、需要と供給がマッチしているというか、まあ、問題を感じていないという方いました、これぐらいいましたし、まあ、その一方で課題はたくさんあるんだけどデータがなくて困ることがあるっていう方もいたと。でもうちょっと多かったのが、データはたくさんあるんだけどツールがないとか活用しきれていないと感じることがあるっていうのが実は結構多かった。あと、まあ、最後特に課題感じてないっていう方も結構いたということで、この下の2つのゾーンがどちらかというと問題があるということな形で、まあ、半分ぐらいの方がそういう意味でデータが多すぎるとか逆になさすぎるとか、まあ、そういう意味で問題感じている方が結構いるというのが去年の1年ぐらい前の状況でした。であとこれも去年聞いた話なんですが、オープンデータ、オープンガバメントというキーワード聞いたことがありますかというふうに聞いたところ、これは実は総務系、広報系、都市計画系、土木系の4部門、に各自治体のそれぞれ4部門に聞いたものだったんですが、まあ、結構聞いたことがないっていう部門の方も半分ぐらいいました。あとまあこの辺になると聞いたことがあって興味があるという方もいましたし、まあ、聞いたことはあるんだけど関心がないという方もそれになりにいたということで、先進的な取り組みを見れば進んでらっしゃる方いるんですが、まあ、全体を見るとまだまだなんていうんですかね、掘り起こせてないところっていうのはたくさんあるのかなという感じでした。で最後に去年の段階で、まあ、こういう今後アバンデートチャレンジのメールを送らせていただいても良いでしょうかというのを聞いたところ、これはやっぱり情報が欲しいと思ってらっしゃる方はやっぱ全体の3分の2ぐらいはいたということで、まあ、そういう意味でもかなりポテンシャルはあるんだというような気がしていたところです。で、まあ、去年やり始めて実は1年目だったわけですが、まあ、年間通じてこういう予定表を掲げていたんですが、まあ、一応なんとかこうボロボロになりながらも完走できたというのが実際のところでございました。でもちろんそれにあたってですね、多く その実行委員 の皆様方には本当に多大に手伝っていただいて、月1の、まあ、実行委員会をなんとかめげることなく続けてこれたというのがあった状況です。で一番最初6月ちょうど1ヶ月前にこうした形でキックオフシンポジウムをやって、まあ、自治体の方にも結構来ていただいて、でこの時は率直に課題を語っていただこうということで、課題をこういうアイデアソン形式っていうんですかね、課題も紙に書いてもらったりして、それをちゃんと自治体の名前ともセットで後に公開をさせていただいたっていうのは、これは結構画期的で、自治体名付きで課題リストが出て公表されて、その後秋口のちゃんと、指定課題なんかにも反映することができたので、これは大変最初 の試みとしては面白かったのかなというふうに思っています。こういう形ですね、こういう感じの、これ一例半分ぐらいの抜粋ですが、まあ、こういうものが上がったりしてました。で、まあ、最後年末ですかね、ちゃんと、賞金も出ますよという形で応募要領を出させていただきまして、合わせて自治体、首都圏の自治体からも、まあ、オープンデータ
始め、オープンデータではなくてこの、イベント限定というようなデータも多々あったんですが、いろいろ提供いただけて、いろんなデータ、試み、アプリケーション等が応募で出されたということです。で、ここすいません、嬉しかったことと書いてるんですが、勝手に写真すいません使わせていただいて、これ静岡県の杉本さんなんですが、杉本さんいらっしゃいますか？あ、いらっしゃる、ありがとうございます。すいません勝手に一応公開で、ですね、あ、すいません、杉本さんは去年アーバンデータチャレンジ参加していただいたんですが、最初静岡県はオープンデータの取り組みまだしてませんでした、春先は。で、この情報を最初参加いただいて、で、実は、杉本さん取り組みたいというふうに思って担当として思っていて、密かに自分で準備を始めていたというのが、これはこれで大変、自治体の方でそういうのを準備されているというのがすごいというふうに僕から見ると思えるんですが、ただそれをやっぱりちゃんと自治体の方なんで県の中でオーソライズをしてもらう必要があるということで、ちょっと僕もあんまり詳しく知らないんですが、杉本さんの上司は統計局長であるという形で、8月1日に第2回の我々のアーバンデータチャレンジのイベントを行ったんですが、そこに局長を連れてきました。結構僕が後から杉本さんに聞いた話だと、でもとにかく結構いろんな自治体がやり始めていると、オープンデータは。ただ市町村ばっかりで県はまだどこもやってないんですと。で、今やったら県としては一番手になれますよ局長と言ったら、なんかちょっと局長の火がついてですねその後じゃあゴーサインすぐ出たというわけで、これイベントやったのは8月の頭だったんですが、静岡県がオープンデータをやると表明して公表したのは8月末です。でもその間たった1ヶ月もしない間に、実務で、ちゃんとそういう話が通ってですね、県内が動き始めたということで、まさにこういう場があってこそ、この富士の国オープンデータカタログが出てきたというわけです。まさにこれは僕らとしては、データチャレンジをやった甲斐があったというわけで、とっても狙った事例ができて、大変嬉しかったわけですが、ぜひこういうビジネスモデルがきっとあるかと思うので、他の県の方もですね、静岡県のネタを使ってぜひ上の方を説得してみていただければというふうに思っています。で、ちょっと今年の方の話に入っていきたいと思うんですが、これは最近の課題感ということで、僕が勝手になんとなく周りの話を聞いてて思っているというだけのものなんですが、やっぱりいろいろ話を聞くとですね、最近オープンデータ系のイベント増えてきてるっていうのもあって、同じところ、違うところで同じようなアイデアが出てくるとか、似たようなアプリが出てくるとか、そういう話いろいろあって、なんかナレッジ共有した方がいいよねっていう話があります。で、この辺やっぱり何かのサイトでそういうアイデア、ツール、共有できると、いいのかななんていうふうに思ってます。で、あとですね、個別の分野の専門家と連携による進化ってありますが、やっぱりこう集まっていきなり防災のネタをみんなで議論しようって言っても、ちょっと無理があると言いますか、その本当にゼロから連携するとやっぱりなかなかそのソリューションの深さが、なかなか深まらないというのがありまして、そういうのをなるべくちょっと専門家の方なんかのガイドも交えて、もう少し既存の例とか取り組みを踏まえてもっと深くできないかみたいなのを、やっぱり必要性を感じています。そういう意味で先人の知見を生かしたいという部分ございますし、あとは結構いろいろ最近やっぱりこういうハッカソンと
か、まあ、そういうイベントある中でいろんな、本当に洗練されたアプリ、まあ、この後今日も話あると思うんですが、まあ、出てきたりしてまして、まあ、そういうのをなるべく、横展開するとか実際に実証実験してみてなんかどれぐらいアウトカムがあったかみたいなのをこう効果検証してみたいとか、まあ、そういうのそういう面だソフトを作るだけではなくてそういう面も今後必要になってくるのかなというふうに思っています。でもそういう意味でソフトの開発だけではなくてそれを展開実証するような実践化も、まあ、評価できるといいかなと思っています。であともう一つですね、まあ、去年我々もその賞金などを出して、盛り上げることができたんですが、やっぱりああいうのがその自治体とか政府の予算に依存せずに割と民間側の資金を集めてああいうふうにやれるっていうのはやっぱり結構制約が少なくてかなりやりやすかったかなというような感覚がしています。で我々もせっかく一般社団法人化したりしましたので、まあ、クラウドファンディングとか含めてもう少し幅広く厚くしていくというのが必要かなというふうに思っています。であとですね5つ目ですが、まあ、オープンデータって大体こう先進的な自治体が出てくるというのがまあ、やっぱり最初の段階でももちろん重要なことですし、まあ、これは GIS の分野などでも大体先進的な取り組みをしている自治体というのが大体話ではよく出てくるわけですが、まあ、それはもちろん大変いいことなんですがそれ以外のですねその個人的な言い方で言えば2番手3番手4番手をどうやってこう増やしていくか、まあ、裾野を広げていくかっていうのがとても大事かなというふうに思っていまして、そういう意味では潜在層の掘り起こしですとかそのまだコアの人がキーパーソンが少ない状態1人とかあるいは全然いないとかそれぐらいのケースでどうやってそういう方をまあ盛り立てていくかみたいな話も大事かなというふうに思ってまして、まあ、その辺 の, ノウハウ周囲からのサポートがある程度必要なわけですがあんまりこうサポートしすぎても育たないという部分もありますので、まあ、その辺の程よい協力の仕方のノウハウを積んでいけるといいのかななんていうふうに思っています。はい、で、まあ、そういう辺をですねそういう課題感を踏まえて、まあ今年行っていく予定なんですが、特徴としては前回も宣言したんですが、首都圏だけではなくて全国に広げさせていただくという部分ですし、あと地域の課題解決と自治体連携を重視するというのが去年からの引き続きです。であとですね、まあ、先ほどの既存アプリの横展開や実装を評価するような、ちょっと名前はまだ未定ですがソリューションとかオペレーション部門みたいなものもあるといいかなと思ってますし、あとはもちろんそのイベントをやるっていうのが主目的なわけでは必ずしもなくて、まあ、もちろんそれも大事でコミュニティビルディングという意味では大変重要なんですが、まあ、そういうことを通じて日本全体のデータの流通量を質量ともに増やしていくというようなことが、まあ、命題かなと思っています。で去年 C 館っていうプラットフォームとかオープンデータ向けのプラットフォームを使い始めたわけですが、それ以外に今年はですね、理研の豊田先生なんかの協力も得ましてアイデアの方を共有するサイトプラットフォームですねアイデアリンクデータドットオルグなども使っていきたいと思ってます。この辺はまた後ほどきっと説明をいただけるのかなと思います。で先ほどの全国化するというのもですね何もやらなく全国化しますと言ってもしょうがないので、10ぐらい重点拠点を置こうかなと思いまして、これ実はもういろいろ内々では打診をさせていただいたりお話もいろいろいただいたりした中で、10都道府県ブロックさせていただきました。ちょっとまた後ほど説明します。であとですね専門家という意味では、まあ、今年はあまりいきなりいろいろ広げても難しいので、
防災観光まちづくり森林と4つに絞って、分野別のワークショップを開いてみようということで、まあ、各分野大体2名ずつぐらい専門家の方にも打診させていただいてます。ちょっとまだ決まってない方もいらっしゃるのであれですが、そういうこともしようと思っていると。であと、まあ専門家の方々を通じて関連学会なんかにも告知いただいて、いろいろ今までのナレッジなんかもいろいろ吸収したいなというふうに思っています。でというわけで、まあ、今年のスケジュールで、まあ、見た目はあまり大きく変わるものではないんですが、まあ、今日から始まりまして、すみません、6月23ですね、今日から始まりまして、こっちの東京側でやる分野別ワークショップというのは夏秋時期に、先ほどの感じでやっていきたいと思ってますし、あと地方の10拠点については、2回ぐらい、夏口冬口秋冬口で1回ずつぐらい拠点側でやって、あと、まあ、場合によっても1回ぐらいはできるかもしれないんですが、それで地方側も盛り上げて最後同じ作品締め切りが1月末で、表彰が3月1日という感じで最後持っていければいいかなと思ってます。この辺去年と同じというか、まあ、去年にやることがまた増えて、去年と同じスケジュールの中で動いていくっていう、まあ、そういう意味でかなりタイトなものなんですが、まあ、皆さん実行委員の方々にもいろいろご協力をさらにいただいている状態なので、まあ、ぜひなんとか今年も倒れないように頑張っていきたいと思ってます。で、10の重点拠点かみそうですけど、はい、ですが、これまたのちょうどライトニングトークしていただくんですが、本当にご協力いただいてどうもありがとうございました。なんとなくですね、こうちゃんと北海道、東北、関東、中部、北陸、大阪、近畿、中国、四国、九州ってなんか意識して選んだら、本当にちゃんと大体の方が受けていただいてですね、ちょうどなんとなくそれでハマってしまったということで、このような方々に協力いただいています。で、ここでのそのブロックって言ってる意味はですね、若干甲子園の地方予選みたいなんですが、県単位でくくらせていただいています。実際にはもちろんご覧になって分かりますように市の方もたくさんいるので、別に例えば室蘭市さんが北海道全体の責任を全く持つわけで全くないんですが、要はそれぐらい のブロックで考えていくとちょうどいいかなと思っていまして、要は北海道の中でもきっと室蘭市に続いてやっていきたいと思っている潜在像があるだろうと信じてまして、そういうところはもうぜひ室蘭市さんにこう一声かければ北海道ブロックに入れるよっていう感じでやっていきたいなと勝手に考えてますので、そういう形でこう地域拠点と、まあ、特に都道府県レベルでどんどんクラスターが厚くなっていくといいかなというふうな感じで考えています。で、まあ、そんな状況なんですが、もちろん重点拠点地方側の方もただただお任せするというわけではなくて、今回我々のその CSIS とか IGIT とはもちろんサポートしますし、今回それだけではなくてですね、 Code for Japan さん の協力も全面的にいただくことになっておりまして、Code for なんとかって各地域も結構最近いろいろと活発に活動されている方が増えてきていると聞いているんですが、そのような方々にも本当に全面的にご協力をいただけるということに、なっております。あと LOD チャレンジの方々にも引き続き去年から引き続きご協力をいただきたいというふうになっております。まあ、こういう形でなる
るべく力を合わせてやっていきたいというふうに、思ってます。はい、まあ、そういう感じで長々となりましたが、今年も、まあ、あんまり張り切りすぎると疲れちゃうので、まあ、楽しく突き進んで、まあ、いければというふうに考えております。はい、どうもありがとうございました。菊野先生ありがとうございました。それでは、続きまして、アーバンデータチャレンジ東京2023の受賞作品を、地域課題に向けた先進事例の紹介ということで、4件の事例を、ご紹介いただきたいと思います。ちょっとお時間が限られていますので、それぞれご紹介が15分ずつというところと、質問に関しましては最後のところで、時間が取れればという形でさせていただければと思います。それでは1件目でございますが、 AEDSOS に関して、ホエイの株式会社の代表取締役 CEO の炎翔誠様より、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コエイド株式会社代表取締役の源翔と申します。私が今進めているのは AEDSOS というアプリです。で、これは何かと言いますとAED を届ける仕組みを作るアプリです。で、AED というのは心停止の時に使う機械でして、街中に置いてあるもので電気ショックを与えるものですね。で、この問題なんですが、心停止っていうのが日本で今年間、これ昨年のデータで7万3000件近く起きてます。で、その9割近くの約6万5000件がそのままなくなっているという状況で、非常に大きな社会問題となっております。で、その中で、一般市民がその心停止を目撃、倒れたところを目撃するケースっていうのが3分の1ぐらいなんです。で、そのうち目撃したうち半分ぐらいが CPR、 CPR というのは、心肺蘇生法のことなんですけど、いわゆる心臓マッサージをするケースというのがそのうちの半分ぐらい、には至ってるんですが、 AED の使用、この緑の除細動ってところなんですけども、ここに行けてるケースっていうのがその目撃ケースの中のたったの 3.7% しか行けていないというデータがあります。で、なぜその市民が AED をする使う必要があるのかというところなんですが、救急車をこういう時呼ぶと思うんですけれども、全国平均で今8分到着までかかると、まあ、その119までの時間とか到着してから現場までの移動も含めると、まあ、10分前後かかってしまう。そうすると心停止の場合は、これ救命曲線と言われているものですけれども、1分ごとに生存率 10% 下がってしまうということで、10分後だともうほぼ助からないんですね。なので救急車に任せていってはいけなくてですね、その場の人が救命活動をする必要があると。で、これ一般市民の方が CPR、 いわゆる心臓マッサージすると、このさっきの救命曲線が少し良くなると。で、さらに救急車の前に AED を使うことができれば、この青のところの 41% って約4倍ぐらい助かる確率が上がると。しかしこのケースが本当に少ない、 3.7% しかないということです。で、日本はその AED の普及に関しては、まあ、世界有数に進んでいる国です。これ30万台日本でありまして、これ東京六本木を中心にした図なんですけれども、こんなにたくさんあると。しかしその救急車到着前のわずか数分の間にその AED 使うってことはすごく難しいので、現状、まあ、できているケースが少ないと。で、この問題を、まあ、3つの観点で考えますと、公助、自助、共助っていう3つの、ところがありまして、まず公助っていうのは、まあ、税金で運営されているいわゆる救急車ですね。で、119に電話して救急車が来てもらうということですけども、先ほどの、まあ、説明のように心停止の場合ではこれではほぼ間に合わないと。なので自助、自分が助けられる人になりましょうと。なので一人一人救命講習を受講して心臓マッサージ使えるようになってくださいとか、 AED のやり方を覚えてくださいと、っていうことをやっているんですが、まあ、受けていない人ももちろんいます、たくさんいますし、受講してても、その機会ってほとんど訪れないですね、その後。なので忘れてしまうと、いざという時にですね。で、さらに胸骨圧迫っていうのはその非常に重労働です。なのでプロでも 2,3 人交代で行うぐらいのもので、ですし、まあ、そもそも一人だとその人が心臓マッサージしてれば、じゃあ誰が AED を取りに行くのかという問題があると。なので共助が絶対必要なんですけれども、現状ではその、まあ、助けてくださいと、発見した人が協力してくださいと言って、その声が届く範囲の中で救命協力していると。
なのでそこに救命熟練者がいるかどうかっていうのは本当に偶然でしかないと。でやはり助かったケースで多いのがその中にたまたま医師がいたとかたまたま救急救命士がいたとかそういうケースですね。あとは AED がたまたまその施設にあったのですぐ持ってこれた。でもそういったケースはほぼ少なくてですね、やはり AED を探すというのは時間がかかる。さらに現場から AED 設置施設に取りに行って戻ってくると往復移動が生じるのでそれで時間を移してしまうと。なのでこの問題を解決したいと思っています。で具体的にはこういう形で AED が届ける時間をどうやって短縮するか。でまずほとんどの人は AED の場所を知らないです。でさらに、まあ、その取りに行く時間とあと AED の設置施設って大きな施設が多いのでその中の本当にどこに AED があるのかってその施設内でも探す必要がある。でこれはアプリを使うことでまず AED の場所をもうすぐにマップ上に表示すると付近の場所ですね。でさらにそもそもその通知を出す人をその AED の設置施設に近い人に通知を出してしまえば、確保が早いと。でさらにこの登録ユーザーは、AED をに関心がある人なのでその場所をよく知っているということで、言うとここの時間を短くしてあと現場に持ってくる時間は同じというところでですね、つまり AED の関心が高い人にユーザー登録してもらってその人に通知を出すと位置情報を使って、そういう仕組みを作ってその人が協力するして持ってくるという仕組みを作れば AED を早く届いて救命率を上げられるというところでこういったアプリを考えました。でちょっとこれ動画で見ていただいた方が分かりやすいと思うのでこちらをご覧ください。こちらが AED を発信SOS 発信する端末で脳が受け側の端末ですけど、アプリ起動するとすぐにもう、SOS ボタンがあって押すと位置情報を通知しますと。で周囲の端末には通知が届いて立ち上げると地図が開きます。でここで自分の位置と SOS 発信者の位置と AED の場所も全部見えますと。で AED を取りに行くってボタンがあります。でこれを、押すとこちらに、協力者が現れたと、教えてあげます。でコールっていう緑のボタンがありまして、これを押すと通話することができます。でこれは同時通話で、まあ、複数の人でも話すことができるということで、地図ですと細かいやはり誤差が生じるのと、ビルだと何階ですとか入り口がどこから入りますとかそのあたりの情報は分からないので、通話で補うことで現地にスムーズに来てもらうことができると、いうことです。でここので使っている AED の情報っていうのが、オープンデータを使っておりまして、アーバンデータチャレンジ東京2013ではこの2つの自治体ですね、鯖江市と、東京都板橋区を使いました。でただオープンデータはまだまだ、公開している自治体少ないですので、もちろん他にも今20近く行ってると思うんですけど、 AED のデータを公開しているところ、そういったところも実装していきますし、まあ、その自治体以外にも AED のデータを持っているような企業とか団体とかにデータの公開を呼びかけていくと。でさらにそれだけではなく、アプリ内に投稿機能を付加して、まあ、アプリ独自でもデータを収集していきたいと思っております。で、このアプリはそのスーパーハッカソンというハッカソンで私が発案して、考えて先ほどのプロトタイプを作ったものなんですけれども、いくつか賞をいただいて、昨年今年ですね、アーバンデータチャレンジ東京でも金賞をいただきました。この時私はまだ、フリーランスで、このアプリのプランナーとして、いろんなハッカソンに出たりとかしていたんですけれども、このアプリの開発と運用ですね、運営を行う会社を、先週立ち上げました。これがコエイド株式会社というものでして、このコエイドっていう名前は、この共に救助するっていうコエイド・ドゥを合わせた造語になります。で外部有識者としてですね、この京都大学の、岩見先生というですね方を、有識者として今協力いただいてまして、この方はこの心停止者救命の、第一人者といいますか、この AED の普及促進とか心肺蘇生法の、普及講習ですね、こういったことをやられて、かつそういった仕組みを作るっていうことを活動されている方です。でこの方の岩見先生の全面協力いただいて、今複数の自治体とか消防に話をさせていただいたりとか、その他の団体とも交渉させていただいてますと。で今月末に京都大学とは共同研究の契約を結んで、一緒にこの活動を取り組んでいくという運びになっております。でさらに減らせ突然死プロジェクト実行委員会というものが今年動いておりまして、これ何かと言いますと、 AED が今年、普及促進日本で始めてからちょうど10周年ということで、こういった
活動されている、まあ、団体が、まあ、集まってですね、この、まあ、突然死を減らすようにこう、まあ、世の中にたくさんこの問題を知ってもらって改善していきましょうとやっている団体です。で先日こちらの実行委員会にちょっと私も、参加させていただきまして、まあ、このアプリの説明してですね、で、まあまあ、どういうふうに実現していくかというところでいろんなアイデアをいただいて、まあ、協力できるところは協力していただきたいというところで、特にクラウドファンディングのところで広報協力いただきたいなと思ってます。で、まあ、資金はそのクラウドファンディングでまず集めるというところですね。でさらに、一部地域でまずクローズドな、実験ですね、アルファ版のテストをしてですね、まあ、ここで、まあ、消防いくつか今当たっているところですと。でさらに、まあ市民参加のマラソンイベントですとか、まあ、そういったクローズドなイベントで実証実験をやってみたいと思っています。でここである程度の結果が出たところで、まあ、その全国対応したアプリを出したいと。でさらにその先には119との連携でして、この現状ではこのアプリを使って SOS するってことなんですけども、スマートフォンユーザーがまだ全ての人が持っているわけではなくてということですので、ただ119にはこういった時必ずかけるので、でその119を受けた消防がこのその人の、位置情報を使って SOS を発信するような仕組みっていうのを消防に提供すれば、全ての人がこのサービスの恩恵を受けれるというところを考えてまして、まあ、こういったものをやっていきたいと思っております。もうクラウドファンディングは、まあ、できればもう来月ぐらいにはもうスタートしようと思ってますので、またこれ非常に大きな問題で、たくさんの人のご協力必要ですので、ぜひ皆さんご協力これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。理研者様、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、2件目の、ということで、富岳377掲載ということで、株式会社ナイトレの、代表取締役の、石川豊さんの方に、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。株式会社ナイトレの代表をしております石川と申します。本日は当社で、本日もいらっしゃっておりますけれども、静岡県の杉本さん、オープンデータ担当の杉本さんと主に去年立ち上げた、今年ですね、今年の初めに立ち上げた富岳377というオープンデータ活用プラス、まあ、外部の SNS なども連携した、サービス活用事例というのを発表させていただきます。まずですね、サイトがどんなものかというのを簡単にご紹介したいんですけれども、トップページはこのようになっておりまして、まあ、地図が出ていて、そこにどのようなデータがあるのかというのを、まあ、ポイントしていると。で、色分けしているのは黄色い点がすでに、静岡県で保有している富士山の、関係する、オープンデータの写真ですね、写真と説明文、青いデータが、静岡県は保有していないんだけれども、このサイトを開設することによって外部から投稿していただいてオープンデータ化された、富士山の綺麗な写真、思い出に残っているような写真ですね。で、赤いところは少ないんですけれども、富岳3776系を公開した後にですね、雪害がありまして、災害対応というところでも、このサイトを活用できるんじゃないかという、まあ、案が出て、急遽、上の方に災害情報を投稿するという機能を追加して、そこから投稿された、オープンデータというか災害時の状況の投稿データですね。で下の方に行くと、まあ、投稿内容というのがずらずらっと出ているような形になっていまして、撮っているという状況です。そうですね、こちらが、災害時の情報で、まあ、平常時はですね、観光に資するような形で、まあ、富士山の観光に行きたくなるような写真というのを、静岡県、まあ、公共としても発信していきたいし、一般の人たちからもどんどん投稿してもらいたいと、そして富士山の魅力を、アピールしていきたいという形の目標があったんですが、まあ、有事ですね、何か起こった時にはですね、このように、災害情報を、まあ、タイムリーにシェアすると。で公共側からのサポートですとか、一般市民との、情報の共有みたいなものも、機能として使われているという状況です。で、そうですね、後回しになってしまいましたけれども、当
当社はどういうことをやっている会社なのかというところを少しだけご紹介させていただきたいと思っています。そうですね、オープンデータを得意としているというよりはインターネット上の投稿情報を解析するということをメイン事業として行ってまして、上に書いてあるような Twitter ですとかコスプレのような形でいろんな場所で富士山に関わらずですけれども、観光に行ったりですとか食事に行ったりですとかいろんな投稿というのを、クローズドというよりは皆さんに公開するような形で、数千万件、数億件という形で日本だけでも投稿がされているような状況ですので、そちらの状況を、人流データですとか、人気度のような形で解析をしてそれを、自社のアプリケーションに生かすとか、B2B もしくは、公共にするような形でのデータ活用というのをしていきたいなと思っているような会社です。そうですね、このように人流データに加工したりですとか、ですね、ビートマップのような形で加工したりしている会社になっています。でそうですね、サイトリリースの経緯は先ほど少しお話ししましたけれども、富士山の世界遺産に、登録決定に伴って観光促進ですとかプロモーションにつながるような取り組みというのをオープンデータを使った、オープンデータの活用という、流れに沿った上で何かできないかというような、相談を静岡県、主に杉本さんからいただきまして、当社の方でデータ解析ですとか、地域の観光データのようなものを扱いが、得意でしたので、ぜひやりましょうという形で、当社と、静岡県、それ以外にも山梨県の方々にも公式にサポートいただいてますし、サーバーですとかインフラ面では NTT コミュニケーションさんですとかあとは UKFJ さんにサポートをいただいている共同プロジェクトになっております。で具体的にはこのようにですね、静岡県もしくは山梨県の公式サイトでも公開時もしくは、途中経過というものを、発信していただいていますし、アバネタチャレンジ賞をいただきましたけれども賞をいただく前からですね、このようにインターナショナルオープンデータデーで、公開後のサイトというのを、ブースを出展したりですとか、データの活用事例として登壇をして、アピールをしていくというような活動をしておりました。でそうですね、その後2月に活動を始めて、公開をして3月の1日に、アバンデータチャレンジの方の中間で、アプリケーション部門にて、ご賞いただくという形になっています。でその後もですね、このようにご賞いただきまして、そうですね、右側に杉本さんいらっしゃいますけれどもありがたかったんですけれども、その後もですね、リングドオープンデータチャレンジ2013ですね、これは3月7日に、翌週にあったんですけど、これでも賞をいただいたりですとか、あとはですね、そうですね、経産省さんですとか、いろんな団体が、コンソーシアムとして活動して、賞をしているという、オープンデータ流通産業コンソーシアムでもですね、赤井さんに書いてある優秀賞をいただいたりですとか、非常に公開した後の反響が多くてですね、ぜひ続けていきたいなと。で現在もサイトは公開しております。で最後ですけれども、具体的にどんな内容の投稿が多いのかなというのを簡単に紹介させていただきたいなと思います。これはすごい遠方からの写真 で、そうですね、東京湾の遠くの島からの写真です。新潟県ですとかあとは、そうですね、会津若松の方からかなり遠いところから、すごく小さく写ってるよというような、これはすごく投稿者の方にとっては思い出深い写真で、富岳3776という投稿する場所が開設されたからせっかくなのでみんなに見てもらいたいという形で投稿がされたと書いています。あとは僕はこの写真はすごい好きなんですけど、富士山の確か西側にある富士宮市からの歯ぐらいですかね、ちょうどすごい綺麗に富士山にかかっているような写真です。こういう頂上から撮るとですね、影がちょうど富士山の形になっていてっていう、なかなかあんまり雑誌とかテレビとか見てもこういう写真は見ないんですけど、もうこんなような写真が現在で2000件弱ですかね、集まってきていると。そうですね、皆さんプロではなくてアマチュアの方が多いんですけど、富士山っていうのがすごい観光コンテンツというか世界的に魅力のあるコンテンツなんだなというのを、サイトを運営しながら感じています。
一緒に撮ったりですとか、まあ、富士山を愛している方々がすごくいらっしゃるんだなというのを感じました。もうあと3枚ぐらい終わるんですけれども、ちょっと運営体制の話も少しだけしたいなと思ってまして、これはあの運営スタッフ用の管理画面というのを持ってまして、投稿された内容というのが勝手にこう反映されるというよりは、少しあの運営スタッフ側の目を入れて、いたずら投稿ですとか、もしくはちょっとあの人の写真が、人の顔が入りすぎているような、本人としてはいいんだけれども公開するにはどうかなっていうようなものをここでフィルタリングして、出さないものは出さないというような形でやっています。そうですね、あとはその災害情報というのもね、すごく緊急性が高い情報なので、ここであの常に告知をしていて、公開された時に、表示するだけじゃなくてしかるべき対応をするということも採用としては得られていると思います。あとは最後ですけども、ちょうど今月の4日にですね、クラブ公開してから、最初の 2,3 ヶ月ぐらいはいろいろあったんですけれども、ちょっと落ち着いてですね、運用モードかなと思ってたんですけど、なぜかですね、僕のメールの方にですね、Google アラートから富士山ピンチみたいなメールが届いてですね、なんだろうなと思ったら、富岳3776って書いてあると。何かなと思ったらですね、投稿写真がまだ1257件しかないみたいな、そういうツッコミをですね、静岡新聞さんからいただいて、これはもしかしたらこう炎上マーケティングかもしれないなとは思ってるんですけど、当初の目的に公開した時に3776系なので、つまり3776メートルだから、そのぐらいの数を集めたいよねという目標でやってたんですけど、実際のところ、1500件ぐらいしか、このちょっと前の時点では集まってなくてですね、そこについてツッコミが入って、ちょっと盛り上がったみたいなところがありまして、で話題にならないよりはですね、なった方が全然いいなと思ったというのは、いきなりやっぱ投稿が激増しました。500件ぐらい1週間ぐらいで行って、やっぱ PR みたいなのもすごく大事かなと思ってまして、今後も富士山というのをアピールしていくというのは、世界遺産になって外国人もこれから増えていくというような流れがあって、ゴミの問題ですとかいろいろあるんですけれども、今後も継続して、ウォッチしたりとか、施策を打っていくということが必要だと思ってますので、もうちょっとアップデートしておりますとか、静岡県の杉本さんと相談しながらやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。石川さん、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、3件目の紹介ということで、リモートでちょっと川の様子を見てくる三角研究所不動法基盤センターの鴨里さんの方からよろしくお願いします。皆さんこんにちは。ちょっと時間かかりそうなので待ってください。そうですか、すみません、ありがとうございます。それでは、リモートでちょっと川の様子を見てくるのを紹介させていただきたいと思います。まずアプリケーションの紹介の前に、まずメンバーの紹介をさせてください。シメフジエルというメンバーなんですが、同じ職場の同僚2人とコンビを組んでまして、特に業務として行っているわけではありません。でそのため FGL というチームも別に正式に利権にあるわけではないんですね。ちょっと最近うちの研究所イメージがあるので、ちゃんと宣伝とかもしてこいって言われてまして、業務ではないです。で一応リーダーというか取りまとめ役というか雑務担当というか、そういったことは自分鴨が行ってます。で今学位を取得するために大学院も通ってまして、これ4月から通ってます。でもう一人が石井学さんという方で、この2人でコンビを組んでます。でオープンデータっていうと自分たちもそうなんですけど、地図にマッピングして経路表示みたいなのって非常にありがちなんですね。でいくつかオープンデータ系のコンテストに出てみたんですが、必ずと言っていいほどあるポピュラーな手法です。
で、まあ、せっかくデータをオープンしてくれてるならアプリもオープンにすればいいんじゃないかなって。同じようなのをみんなで何度も作らないで同じ労力をかけるならその先目指していけばいいんじゃないかと個人的には思ってます。で、あ、本当に？せっかくデータオープンなんだからアプリの方もオープンにしようよと。で、GitHub にこのアプリケーションを公開してます。なんでもし同じようなのを作ろうと思ってる方いたらぜひぜひ利用してください。すみません、ありがとうございます。ここまでやりました。GitHub にあるのでぜひ使ってください。で、このアプリは意見が多かった機能を大体載せました。で、リモートでちょっと顔の様子見てくるっていうのは、台風の時とかに顔の様子見てくるって外に出て事故に遭われる方のニュースってたまになってると思うんですけど、そういう事故が減ればいいなと思ってつけました。でも懇親会とかで名前がダサいとか、ふざけてるとか結構酷評されて、もうちょっと今別の名前にすればよかったかなって後悔してます。で、このアプリの PR ポイントですね。市民だけじゃなくて土地勘のない観光客とかの一時滞在者も対象にしてます。で、去年度のコンテストの時は間に合わなかったんですが、翻訳機能を追加でつけたので日本語がわからない方でもご利用になれると思います。で、今いる場所がどんぐらい危険か利用者自身が判断を行って自主的にその場所から離れるとか被災する確率を減らしてもらえるといいなって思います。ここから機能の紹介ですね。で、 AED ですね。 AED 全国分なくて一部の市町村だけしか反映してないんですが、 AED とか地図上のマーカーを選択して現在地からの経路を表示してくれます。で、マーカーがないポイントに行くことも一応考えて住所を手入力できるようにしてます。あの左側のところの現在地のところと目的地を入力すればそこまでの経路が出ます。基本は現在地を中心に表示してるんですが、ジオロケーションに対応しない場合とか手動で見ることも考えて一応場所を中心位置は変えられるようにしてます。で、避難所の情報と選択ですね。避難所って地震の時の避難所とか水害の時の避難所とかいろいろ種類があってですね、で、その種類で表示させたり非表示にしたりとかできます。で、もちろん避難所までの経路も出ます。で、避難所のデータについては、関東分についてはこちらで提供されていたデータセットを利用させてもらいました。で、それ以外の全国分は国土数値情報さんのオープンデータを利用させてもらってます。で、浸水想定区域ですね。大雨降った時とかの浸水想定区域も表示できます。で、0メートルから 0.5メートル、 0.5 メートルから1メートル、1メートルから2メートルと5段階で表示できます。で、冬の場合もこれについては非表示できます。ここですね。で、このデータも関東分についてはこちらで提供されていたリエデータを利用させてもらいました。で、全国分についてはこれも国土数値情報さんのデータを利用しています。で、川の河川の水位のリアルタイム情報ですね。河川の水位が今何メートルになっているとか、氾濫注意水位の基準になっているとか、氾濫危険水位になっているとかが分かります。で、これを更新間隔の10分間と1時間で選べます。で、これについてはデータがなかったので国土交通省の川の防災情報というウェブページを利用しています。で、観測点とかはウェブページをスクレーピングして作成しました。
観測地点名と座標と、あとその地点での観測情報のページへの URL を一覧にしてデータセットとしてアップロードしてあります。で、河川の氾濫情報ですね。氾濫どっかしてたりすると赤色で表示されたりします。で、これも更新間隔10分と1時間です。で、これについてもデータがなかったので国土交通省さんの防災情報というウェブページを利用しています。で、海上ライブカメラ、これ海上保安庁さんのライブカメラを利用しています。で、これもライブカメラの座標等がなかったので住所等から座標を作りました。で、観測地点名と座標とライブカメラのウェブページの URL を一覧にしてこれもデータセットとしてアップロードしてあります。で、リアルタイム雨量ですね。1時間ごとにどんぐらい雨降ったかとかが見れるようになってて、これの画面の例で言うと3月6日の3時頃まで雨降っているのが分かります。で、これも国土交通省の交通省さんの川の防災情報というページをスクレーピングして作りました。で、観測地点名と座標とその地点の観測情報のページの URL の一覧はデータセットにしてアップロードしてあります。これレーダー雨量ですね。地図に重ねた状態で強い雨が降っているのかを見ることができます。で、この情報も川の防災情報というウェブページを利用しています。で、土砂災害の危険箇所ですね。で、これについても非表示、邪魔な場合は非表示できます。で、このデータは国道数値情報のデータを利用しています。で、翻訳機能で Google さんの Google トランスレーションを利用しています。利用可能なのだと全部で60カ国語以上あるみたいです。ただ自分は日本語で英語しかわからないのでそれだけしかチェックしてないです。一応ドイツ語とか選ぶとなんとなくそれっぽいのが出たので、多分それなりにまあほとんど住所とか単語ベースなので合ってんじゃないかなと思ってます。で、昨日山盛りにしたらメニューがだいぶ多くなってしまったのでヘルプつけました。で、これも翻訳機能つけてあるので日本語わからなくても大丈夫です。で、これブラウザが日本語のロケールになってるのでこの言語って日本語になってますけど、英語のブラウザで見ればちゃんとここも英語で表示されます。で、バックエンドのデータベースにエラスティックサーチを使いました。で、確か去年度のコンテストの時に応募した時は別のシステムだったと思うんですが、観測情報とかどんどん増やしてたらだんだん重くなって快適に動作しなくなったので途中で作り直しました。見た目とかとほとんど変わってないんですけど、中身後ろ側全部ほぼ入れ替えですね。で、観測地点とか避難所等100万箇所以上のポイント情報を入れてありますが、まあそれなりに快適に動作してくれてます。で、レストフルなんでこのまんまデータとか利用者増えていっても重くなったらデータベースを分散してスケールアウトすればなんとかなるんじゃないかと思ってます。で、このアプリ自体私と石井さんが夜なべしてほとんど趣味で作ったんですけど、作る過程で得た知識とか経験っていうのはまあ実際の業務にも活かせるんじゃないかと考えています。で、使ったデータセット一覧です、ね、データセットをいくつかアップロードしたんですけど、見てると自分たちのチーム以外、UD、アーバンデータチャレンジの関係者の方以外データ全然登録してなくてなんだかなってもっとみんなデータをせっかくオープンデータなんだから登録して利活用進めばいいんじゃないかなと思ってます。で、動作環境とかですね、 JavaScript でほとんど作ってるのでJavaScript で動けば大体の環境で動くと思います。以上です。鴨さん、どうもありがとうございました。それから途中でちょっとうまく動かないと申し訳ございません。それからそうしますと、次が4件目ということで MGY ナイトストリートアドバイザー、明るい夜道を案内する安心安全な歩行者ナビゲーションシステムということで、私工業高等専門学校機械電子システム工学生の岡田裕さんからお願いいたします。
皆さんこんにちは。明石工業高等専門学校から来ました松田と言います。この度名古屋ナイトストリートアドバイザーを、ユースケースコンテストで賞をいただいたので、その紹介をさせていただきたいと思います。で、話の流れとしましては、僕たちの紹介と、受賞した作品について、あと、明石高専とか他の活動についてのちょっと宣伝をさせていただきたいなと思っています。で、明石高専っていうのが、兵庫県の明石市にある四五線の町ですね。で、明石市にある、工業高等専門学校になります。で、学生数が900名弱で、僕はその専攻科の、機械電子システム工学専攻に所属しています。で、開発メンバーといいますか、このアプリを作成した、メンバーっていうのが、僕の指導教員である新井先生と、私松田の、2人で開発いたしました。それでは名古屋ナイトストリートアドバイザーについて、紹介させていただきます。これは、簡単に言うと、明るい夜道を、いかにして案内するかということを考慮した、ナビゲーションシステムになります。で、一般的な道だとこのように左側のような、暗くて前が真っ暗で何も見えない夜道っていうところがあったりとか、逆に街灯がたくさん置いてあって明るい夜道というものがあったりします。どちらの道を通りたいって言われますと、当然、安心っていう意味で右側を通って帰りたいと思う人が多いと思います。もちろん、男性の方もそうですけど、特に女性などは夜道一人で帰るときとかは、周りが見えてる方がやっぱり安心して警戒しながら帰れるということで、明るい道を選んで帰りたいという需要があります。でも実際その、夜間に犯罪が本当に起きているのかというデータに関してですが、これ警視庁が発表しているデータをちょっと時間軸に起こしてプロットしたものになります。強制わいせつ罪とか、あとひったくりですね、ひったくりとかも、夜間がやっぱり多くなってきて、夜間の、20時以降の、帰宅するタイミングであるとか、そうですね、0時とかその辺で帰ってくる人を狙って発生するというのが非常に多くなっています。で、東京大学の大学院の調査によりますと、女性の 50% が、ひったくられるとか痴漢に遭うといったような、不安を抱えている半分以上の人、半分ぐらいの人が、どれにしろが安全なのかという情報を欲しているということが、お分かりいただければと思います。で、このひったくられるかもとか痴漢に遭うかもといった、このいかにどこの道が安全なのかというのを知るために、僕たちが普段から研究している内容として、街灯というもの、街灯の明るさというものがあります。で、研究の過程で、街灯の明るさから夜道の安全性を判定するためにはどんなふうなパラメータがあったらいいのかということで、最近分かってきているのが、街灯の明るさっていう、街灯自体の明るさ、そして、街灯の間隔っていうものが非常に重要になってくるということが、過去の研究で分かっています。で、まず街灯の明るさなんですが、夜ちょっと今日帰るときに見ていただけたら分かると思うんですが、蛍光灯、一般的にどこの道でもある蛍光灯であるとか、若干大きな道にある水銀灯、あと LED とかナトリウム灯とかも多種多様の街灯がそこら中に置いてあります。それぞれ街灯の明るさっていうものとか、あと明るさが届く範囲っていうものが全然異なってきますので、こういうことを考慮しながらどの道が明るいかっていうのを判断していかなければなりません。で、あと、いくらここの街灯の直下が明るかったとしても、その街灯の間に暗所があると逆に明度差が大きすぎて、こう闇だまりっていうんですけど、闇だまりに入ると、そこでひったくりになると逆に犯罪が多発してしまうっていう問題がありますので、街灯の間隔、明るい街灯をいかに狭く設置するかっていうところが安全に、非常に、安全向上に、寄与するということが分かってきていますので、このアプリでは街灯の明るさと街灯の間隔を、2つのパラメータを合わせて夜道の明るさというものを判定して、地図に可視化したものになります。
で、まあ、アプリの動作例をちょっと紹介させていただきます。で、まあ、アプリは、まあ、基本的に、どこからどこに行くっていう、まあ、出発地と目的地があるという前提のもとで、まあ、ルート検索をまず始めにします。まあ、これは普通に Google の検索になります。で、そのルートの検索結果が、まあ、あの青いラインのように出てくるわけですが、まあ、そのルートを表示するだけではなくて、その周りに夜道の明るさというものをヒートマップ上に、表示します。この赤くなっているところが明るい道で、緑のところが、まあ、若干暗い、まあ、その寒色に行くにつれてどんどん暗くなっていくと。で、何も表示されていないところは完全に暗いということが、まあ、パッと見た感じで分かるような、地図になっています。まあ、これで Google のルート検索結果では A からまず、まあ、南に降りて、で、西ですね、西の方に行くっていう風なルート検索結果になっているんですが、まあ、一番初めのパスが暗いところを通ってしまっていると。まあ、実際明るい道を通ろうと思うと、まず西に行ってから大通りを南下する方がいいということが、まあ、パッと見た感じで分かると思います。まあ、こういう風に自分で、今から通る道を俯瞰してみて、自分自身で判断して明るい道をこう選択して帰っていけるというようなアプリになっています。で、まあ、ルートの文章でも表示されていますと。で、まあ、これの仕組みとしましては非常に単純で、まあ、ユーザーがルート検索どこからどこに行きますっていうルート検索をしますと、まあ、その表示領域、そうですね、ルート検索結果の表示領域の該当データを問い合わせて、で、まあ、該当データっていうのが、まあ、オープンデータ形式になってまして、まあ、CSV とかですねの該当データを、まあ、またパンプに返して、それを計算して、まあ、コンタマップとして表示という非常に単純なシステムになっています。で、まあ、この大量のデータっていうのがどこから出てきたのかって言いますと、まあ、名古屋市の、この市議会議員の玉木さんという方と、まあ、あと名古屋市の方に、まあ、かなり多大なご協力をいただいて、まあ、データを提供していただいたということになっています。まだちょっとこの名古屋市のデータっていうものがオープンデータになっていなくて、まだアプリを公開するには至っていないんですが、今後、協力しながらオープンデータに変換していきたいなと今、そうですね、やり取りしているところです。で、ここで重要なのが名古屋市の持っているガイドデータということで、あと愛知県が持っているデータとか、あとその名古屋市よりももっと狭い範囲、自治体が持っているデータっていうのが含まれてないところがポイントです。で、この該当の、この僕がやろうとしていることの完成形を持っていくためには、この名古屋市だけでなくて、県とか市、あと市町、町村ですね、もっと狭い範囲のデータも揃えていく必要がある。まあ、それを今後やっていっていただければいいかなと思っています。で、まあ、ちょっと今静岡県の方もいらっしゃいますが、まあ、静岡県の富士の国オープンデータっていうものも、該当のデータを公開してますので、まあ、試しに作ってみた結果がこのようになっていまして、まあ、やはり静岡県、県が持っているデータってなってますので、かなり大きな道、県道が基本的なデータの提供場所になっていますので、かなりちょっと抜けている場所が多い。まあ、これをやっていくためには、ここ今焼津市なんですけど、焼津市が持っているデータ、焼津市の中にあるなんとか町っていうのが持っているデータっていうのを全部埋めていくことで、まあ、オープンデータとして全国一気に公開する。それをこのアプリに適用してあげれば全国に横展開することができるだろうというようなことを今期待しているところであります。でも、このように帰りのどの道が明るいかというのは一目瞭然になっているこのアプリは、まあ、安全な帰宅をするときに、まあ、一つの参考になる、まあ、ナイトストリートのアドバイザーというようなアプリになっています。まあ、いうような形で、まあ、このアプリの紹介はこのような形で終わらせていただきます。であと、まあ、ちょっと宣伝になるんですが、まあ、明石高専とか行動、あ、そうですね、行動法、一番初めの説明でもあったんですが、行動法ジャパンとかそういう形で行動法なんとかっていうのの一環として、高専が一つになって頑張ろうという行動法高専といったような活動をしていますので、ちょっとその方紹介をさせていただきたいと思います。
で、明石高専、先ほど紹介した新井先生もが主体になって、そうですね、オープンデータっていうものを高専としてやっていこうという話で今進んでいます。で、まあ、大学とか高校、高専全体の中で初めての、初めて学部データをオープンデータにしたということで、今、リンクドオープンデータチャレンジで、学生奨励賞をいただきましたというような形で、まあ、今出てるのが年間行事と時間割とシラバス。これは前まで PDF っていう形式で公開されていて、学生はその PDF をダウンロードして印刷するとかしてやらないといけなくて、まあ、非常にこう見るときにこういちいち紙を見ないといけないとか PDF を見ないといけない、非常に検索性の悪いデータになっていましたので、もうそれを全部テキストに起こしてあげることで、まあ、学生が好きなように検索をすることができるというようなデータになっています。で、まあ、このデータを使って、高等高専という団体に所属している学生がいろいろなアプリを作ったりとかしています。まあ、このサイトを見ていただければいろいろ紹介しています。まあ、今ちょっと所属学生がみんな就活とかちょっと飲酒とかで今停滞、数ヶ月今停滞している状態なんですが、まあ多分夏頃にはまた復活するかなと思います。のでちょっと今後の活躍も期待していただきたいと思っています。で、まああと最後、まあ先ほどのリモートで川の様子を見てくるっていう方もおっしゃってたんですが、まあ地図に表示するだけじゃやっぱりオープンデータっていうのはやっぱ面白くないということで、これは総務省のオープンデータアプリコンテストで優秀賞をいただいたアプリになるんですが、これはそうですね、ただ表示するんじゃなくて逆にそのオープンデータというのを見せずにその場所にあるやつを、なんですかね、写真を撮ってこいっていうようなミッションを次々ユーザーに与えて、さあ今から、トイレの写真を撮ってきてくださいみたいな形でミッションが与えられるわけです。でそのミッションをどんどんクリアしていくことでレベルアップしていくっていうようなゲームアプリみたいになっています。でこの写真をどんどん投稿していくことになってユーザーはレベルアップしますし、写真オープンデータに写真っていう新たなコンテンツを付け加えることができるというアプリになっています。で、まあ、これ、写真アミッションの、こんな風にトイレのオープンデータを撮影せよっていうようなミッションがあって、それに参加すると表明すると写真を撮る画面になって写真を撮る、写真を撮った後は今の現在位置、そのトイレの位置がどこにあるのかっていうのを地図上で微調整して投稿するっていうような形で、どんどん写真オープンデータを作成するようなアプリをちょっと提案してこの間優秀賞をいただきましたっていうような形で、ちょっと発想を転換していくアプリっていうのが今後必要になってくるんじゃないかなと思います。去年は、オープンデータの元年みたいな形でいかにオープンデータを使っていろんなアプリを作るかっていう話だったんですが、多分今年はもうちょっと切り替えていって、持続的に使ってもらえるようなアプリをちょっと考えていく必要があるんじゃないかなと今考えているところです。のでアーバンデータチャレンジさんでもちょっと違った視点から見た、データの提供方法であるとかアプリの作成方法っていうようなことをちょっと検討していただけたらなと思っています。これで発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。松田様どうもありがとうございました。それでは4件ご発表いただきましたけれども、これらの発表に関連してご質問ご意見等あればフロアの方々から言っていただきたいと思います。じゃあそうしたらですね、ちょっとつなぎというわけではないんですけれども、私の方からですね、ご発表をいただいた方にちょっと質問というか、おしゃれかというところなんですけれども、今回の、ご説明いただいたところ、休業後半、観光も、いろいろその幅広い部分、今後そういったアプリケーションとか取り組みといったところを、その使
使っているところできちんと定着させていくこととか、それからそれを他にも普及させていくことというところがやっぱり重要になってくるのかなというふうに感じたところですけれども、そういった取り組みと今後ですね、やっていくにあたってですね、例えば今回の主催である大臣とか、そういった東京大学の CSIS とか、もしくはアーバンデータチャレンジの事務局であるとか、そういったところに今後こういったところを期待したいみたいなですね、もし何かあればいただきたいというふうに。科学研究所の石井です。チーム FGL として、去年もたくさんデータを登録させていただいたんですけど、今現在私たちは個人で、実際個人で参加しているので、データを置いておくとか、アプリケーションを置いておくっていうことは、個人の持ち出しでこうサーバーを借りたりしてるんです。で、ただデータに関しては去年置かせていただくことができて、たくさん変換したデータでもいいから置けるということで大変助かりました。今年 もしまたできると思って期待しておりますということと、もし何かアプリケーションのサーバーとかでも何らかの形でサポートしていただけるようなことがあれば非常に助かる面が多いので、そういったことがもし提供していただけるのであれば実際的にはお金の面であまり心配しなくてよいので、無用に自分たちの作りたいアプリケーションなりデータなりというものに多くの時間を割いていると思うので、もしそのようなことで何か、特に少なくとも去年みたいにデータが置けると非常に助かるので、また今年もそういうサポートというか、そういった基盤も用意していただけると非常に助かります。今年もよろしくお願いします。一応ありがとうございます。それ以外、何か最後の名古屋高専の何でも明るい道と暗い道で犯罪が起きるのが分かるんだけども、明るい道と暗い道でこれだけでじゃあ犯罪が明るいから起きないわけでもないし、暗いから起きるわけでもない。で今どういうことかというと、アイシタグってなんですよ。アイシタグにこう 服につけてですね、携帯の電波をもらって何かあったときにそれが発信するんです。そういうのもあるんで、今この明かりくらいだけで判断するっていうのがちょっともう一個何かパラサルかないのかなと思う。そうですね。確かに今明るいから犯罪が起きないっていうような科学的根拠っていうのが今なくて、で その防犯設備協会ってちょっとガイドの設置基準とかを決めてる団体があって、その団体の方がちょっと伺ったんですが、その科学的根拠はないんですけど、実際に明るい道っていうものが、犯罪防犯対策に寄与しているという、実データですね。科学的根拠はないんですけど、実際のデータとしてそういうふうな結果が得られているということから、明るいほど、犯罪に遭いにくくなる可能性が高くなるということで、一つの指標ですよ、ね。であとプラスして、あと犯罪の発生状況とかも県警とかから発表されてて、どこそこで一択を受けましたとかいう情報っていうのは公開されてますので、それも後々こう増えかしていくことで、この辺が犯罪を起きやすいっていうのが分かる、より分かりやすいかなと思っています。その事例として、今回は該当にピックアップしてやらせていただいたという形ですね。よろしく。自分も豊田自動車の関係もあるのでよく言いながら言うんだけど、やっぱりその前にもう少し一つだけの手法だけじゃなくて、明かりから暗いところじゃなくて、プラスアルファ今風な新しい技術を入れた形も入れないと、ある程度の広がっていかないの。だから今、一つの時にもアイシタグ入れて、例えば相関の問題、徘徊の時に、あと子供の性的問題も、服のところにもアイシタグ入れてるんですよ、こういうところに。ちょっと携帯電話の電波を鳴って何かあった時に、例えば携帯電話を持たせてるから安心だという若い奥さんにあるんだけど、携帯電話取れたらどうするか、これ意味ないんだよ。だからこういうタグを入れておくといてやると発信する。で居場所も分かるんです。今そこまであるんですよ。そういうの知らなかった。そ
ですね、IC タグ、ちょっとそれは分かってなかったんですけど、知らなかったんですが、まあ、その IC タグっていうのは多分犯罪が起きたタイミングで役に立つもので、今回提案したというのはそのまずその犯罪に合わないためにこう犯罪に怪しい場所を迂回しようというような、ちょっと方向性がちょっと違うかなと思うんですけど、まあ確かにそうですね、まあ、その辺の技術得意になっていくことも大事かなと。今回ちょっとウェブアプリの状態なんで、まあ、今後ネイティブアプリとか人気を起こしていくときに、まあ、そういうふうな別のハードウェアとの連携というのをちょっとやっていったら面白いかなと。ありがとうございます。それ以外に、今までの、あ、どうぞ。兄弟坊崎の畑山といいます。チーム FGL の方、先ほどのお話にかなり関係すると思うんですが、私もこういう手のですね、ハッカソンとかに出てですね、審査にさせてもらったりすることもあるんですが、おっしゃられることを非常によく分かってですね、みんな同じようなものを作るやないかという話があって、この機能非常に、このアプリをオープンにしてもらって非常にいいなと思うんですけど、例えば今回の話でも防災の話が入っててですね、各会場でやはり同じような話になるんじゃないかと思うので、このアプリ、この、今回の話でもたくさんこれをベースにその上のステップアップしようというグループが出てくるんじゃないかと思うんですが、その時にこのソフトの、まあ、メンテナンスというかバージョンアップというか、そういうものをですね、まあ、どういうふうにやっていったらいいのかと。で、もちろん現状のやつにですね、機能が不満だというのは、例えば、まあ新しく入った人が何々機能を足すということはありますよね。でも、本来このもともとオープンされているやつに、まあ、ガンガン足していく形でやればいいのか、それとももうちょっとこう精査しながら、やっぱりそれなりのレベルに合ったものをバージョンアップとしていきましょうみたいな話していこうという話なのか、なんかそういうところが必要じゃないかと思うんですが、先ほどこのアプリをどっか共有しておく場所っていう話があったと思うんですけど、そうなるとなんか次はそういう、こう管理みたいな話が少し重要じゃないかと思うんですけど、何かその辺で常にお考えとかあったりしますか。まず多分2点あると思うんですけど、一つはデータの、更新のことがあると思うんですが、これについてはなるべくフォーマットが、まあ、オープンデータで提供しているのが割とフォーマットが決まっているものが多いので、そういうものはどんどん対応して取り込みやすく、またその手法について例えば、まあ、日本だと SGIS だとかいうか文字コードの問題とかそういうのがあるので、そういうノウハウは公開して、まあ、必要なデータはそういう形でユーザーというか利用者の方にどんどん更新していただけると、まあ、いいんじゃないかなと思っています。で、その本体の機能の方については良い質問であるというか我々も考えなければいけないとは思うんですが、まあ、こちらでメンテを続けることが可能な部分の機能と足していただいた方がいい機能があるというのはよくわかるので、なるべくこう、どうしたらいいんでしょうね、なんか、まあ、でも一度話を聞いてみたりとかして、どういうふうにやってみたいかというのを、こう、もし意見をある方がおられたら、どんどん言っていただけると、まあ、こちらでは無理ですとか、こういう点まではできると思うのでとかっていうような形があるんじゃないかなと。でまあ、あとできれば今後やってみたいなと思っているのは、まあ、我々しか多分セットアップができないかもしれないんですけど、一応同じレベルのものは誰でも簡単に、まあ、仮想マシン等で配るとか、どこかの基盤にすぐ載せられるようにしておいた形のものを用意して、でそうすると、まあ、いじるスタートはセットアップからではなくてもう動いてるからなので、まあ、そういう形でちょっとずつやれればいいかなと思う。ちょっと、まあ、具体的にこうなんかこう会議を作って何とかしようとかそういう発想ではなくて、まあ、もし個別に今の段階では個別に言っていただければ結構対応できるのかどうかを判定することができるんじゃないかなと思います。今後は、まあ、なんか発展的なことをもっとその上に乗っけるアプリケーションを作るフレームワーク的なものが あればいいのかもしれないですし、そういった議論もさせていただく今後させていただければなと
というふうに考える私石井は考えあ、じゃあ今年度のチャレンジに多少入るっていう感じで考えさせてもらったらいいですか。はい、もうちょっと使いやすいようにドキュメント整備したりとか、VM の中に入れてすぐ使えるようにしようと思ってるんですが、すみません、ちょっと私4月からまた大学に行き始めてちょっとレポート忙しくその辺ちょっと遅れ気味です。なるべくもうすぐ夏休みなのでその時に対応できればなって思ってます。逆に使う人でコード読める人とかがそのドキュメントが手伝うとかそういう話は当然入る。そうですね。あともう一個ありまして、今年協力者に入って豊田先生のところでアプリを実行できるフレームワークみたいなのがあるんですね。でそこに一部移植してありまして、そのフォーマットに従ってデータを入れていけば簡単に追加できるようになってるので、私としてはそっちの方にすればいいのかなと。ちょっとどっちにするかまだ決めかねてるんですが、なるべくデータもフォーマット決めた形でみんな入れやすいようなやり方でできればいいなと思ってるので、そういうあたりはもうちょっとね豊田先生のフレームワーク使おうと思ってます。リンクデータをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。だんだんこう本質的な話になってきたところで、恐縮なんですけれども、ちょっとお時間の関係もありますので、一旦第1部の方は、これにて終了という形にさせていただきまして、引き続き第2部の方を15時10分から、またこちらで開催するという形でさせていただければ本当に思います。本日は、非常に貴重なお話をいただき、またいろいろご協力いただきましてありがとうございました。